おはようございます。寒い。ひねぎとありがとうございます。ね、寒いね。そう、メナご飯食べてる。今日さ全然起きれんかった。もう限界すぎて。いつも起こしてもらうんですけど、前に比べたら、あ、だってさ、前は寝るよ。前小学校の頃とかは30分ぐらい布団から出なかったこともあって、出ないことが多くて、でそれに比べたらさ、もう全然すぐ起きれるんですよ。すぐ起きれるようになるんですけど、そう、でも今日は眠すぎて全然起きれんかった。そう、大成長なんですよ。でね、明日はユミリーさんの卒婚当日ということで、昨日もね一日中練習があったんですけど、今日もみんなで最後のリハがあります。そうなんです、明日なんです、卒婚。でも楽しみ楽しみだよ。頑張ります。実感湧いてきましたか？ない。だって明日もリオグリーンアリーナに立ってるんだよ。やばくない？え？あのグリーンアリーナだよ。え？あの広いとこに立つんでしょ？やばー。全然湧かない実感。わかんない。NHK の主演女優さんみたい。
どなただろう。でもなんかそのリハ今週とかもずっとねリハもあったり、先週、まあ、先々週もずっとあったけど、あの広いところでやるんですよ。広いところで練習するから、あのサイズ感とかもそのグリーンアリーナ同様よりもちょっとちっちゃいけど、結構広めのところでみんなで練習をするんですけど、だからこんなに広いんだみたいな感じのはあるんですよ。あるから、でも多分本当にあのグリーンアリーナだったら立ったらもうさらに広いと思う。さらに広くて、はぁ圧倒される。そう、もっと広いと思うよ。てかさ、ベロのさ先っちょにさ口内炎ができたんですよ。口内炎ではない、いやでも口内炎か。ベロの先っちょに口内炎ができて痛いん。口内炎なんでベロにできたんだろう。あんまりなくない、ベロに口内炎できるの。あ、噛んだんかな、いや、わからん。口内炎ではないかもしれない。違うわ、これ。なんか、出来物みたいな。え、そうな、昨日さ、起きた時にね、頭ぶつけたんですよ。エリを寝ぼけとって、部屋からリビングに来るんですけど、うん、フラフラして頭ぶつけてってやってたらやってたらどうしたんってなった。そう、あとね、最近肌荒れがやばいんですよ。ここはまだいいんですよ。このほっぺとかは全然なあんまりないんですけど、まだね。おでこはあるよ、なんか特に横がたまにできるんですよね。そう、ここにね大きいのできた。疲れるとベロって広がるらしくて、縁が歯に当たり続けて口内ができる。そうなん。タンコブ全然してない。なんかどこ打ったさいかもう忘れたもん。だって寝起きだったもん。あと最近唇がパサパサになるんやね。寒くなってきたけんかな。パシャパシャ。ね、乾燥しとるよね。やばい、なんか緊張してきた。バサバサになっても唇むかないようにね。うん、リオむかない人痛いじゃん。
ヒリヒリせん向いたら。そう、めいな今あのね、お花畑してるね。ヒリヒリするよね。可愛いから大丈夫じゃね。ないかと。可愛いから何でも OK。 俺は食べる派。え、どういうこと食べる？うん、どういうこと食べるって？ん、唇を、ん、食べる。面白い。食べる、どういうこと。ギフトありがとう。てかさ、これのさ、風船の中さ、めっちゃなんかもうないんだけど、小さくなりすぎて、ほらパンパンだったのにしぼんじゃってよ。そう、空気が抜けてる。だってさ、これとこれ結構さ、パンパンにさ、あの空気入っとってさ、光っとったじゃん、こう表面が。表面が光っとったのにさ、全然光ってない。なんかこれスクイーズみたい。スクイーズ、スクイーズです。リオは卒業しないよ。剥けた皮を食べて自分に取り込む。大丈夫それ。自分に取り込む、受ける。自分に取り込む。スクイーズ、風船スクイーズ、かわいい。見どころ、リオの見どころは、まあ2回目なんですよ、今回グリーンアリーナに立たせていただくのが。で、前回立ったのがその 2.5 期研究生のお披露目の5周年コンサートの時に立ったんですけど、その時からの成長もまた同じ場所のグリーンアリーナで、あの大きな会場で見ていただきたいし、結構ね、あの1部も2部も瀬戸りも全く違うし、あの全く違うし、見どころ満載の、もう満載すぎるので、ぜひ見逃さずに見てください。あ、やばい、56分？うん、大丈夫、見ます。広島向かう、本当ですか、ありがとうございます。みんな絶対来てください、明日来てください。リオの努力の結晶を見てください。じゃあ見ます。13位ビリーさん、ありがとうございます。12位スーカさん、ありがとうございます。11位バーゲツライダーさん、ありがとうございます。10位日傘のタッキーさん、ありがとうございます。9位、あれ急に9位いった、あれ変わった、あ、変わった、あ、変わった。13位日傘のタッキーさん、ありがとうございます。12位サムデルジさん、ありがとうございます。11位コアラさん、ありがとうございます。
10位ゆうきあきとさんありがとうございます。9位シャガラピーさんありがとうございます。8位昔からじんさんありがとうございます。7位スケアリーツーさんありがとうございます。6位シュウさんありがとうございます。5位レオタンさんありがとうございます。4位ハパズキシ君さんありがとうございます。3位ゆずきちさんありがとうございます。2位よしここくんさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 バーン、マライオンさんありがとうございます。パンパカパーン。1位はライオンさんありがとうございます。ということで、うん、朝エミリーさんの卒コンなので前日の最終リハ頑張ってきます。で明日は卒コン当日なので多分朝配信になると思います。あと今日は木曜日なのでリオツンブログもね、はい、載りますのでぜひ見てください。ちょっとなんとか書いたけど今回結構短めじゃけん今許してください。それではバイツーバイバーイ。